Dixième partie. いろんなとこ見て、世界中のいろんなものを食べて、お土産たくさん買って10年後くらいに帰ってこようかなと思ってたの。悔しい。私なんかハワイのホテルを買い取って、一番景色のいいオーシャンビューのスイートで毎日毎日芸能人呼んでさ、パーティー開こうと思っとったのに、情けないよ。何？もうさ、ショックで立ち直られへんねん。もうあっち行って。あのですね、私たち相談したんですけど、遺産が取れる方法があるんです。ほんま？教えて。ぶっちゃけ言って駆け引きさせてもらってもいいですか？取り分の 30%。 もういいよ、遺産が取れるなら。ちょっと、そんな簡単に言わんときいいよ。 30% やね、そっか。じゃあ、家とか車とか絵とか株とか全部お金に換えて、目減りした分はちょっと差し引いて 20% でどう？わかりました。手を打ちます。それでどういう方法なの？遺書があったとしても、訴訟を起こせば実の娘なら法定相続分は取り戻せる確率が高いんです。裁判か、時間かかるじゃん。もう多少は面倒な上にさ、全額戻ってけへんわけやろ。だよ、あんたたちの取り分もあるんだから。でもこの差は仕方ないんじゃないんですか？はあ、いいこと思いついた。うちもや、遺書がなければいいんでしょ。お許しください。私はますます罪を重ねています。ない、ない、ない。遺書がない。ダメだ、ダメだしや。初めからやり直しか。それにしてもさ、あの子娘、根性しとるな。私の財産ピンハネしようなんて。じゃあ、あんなのんちゃうやん、私の財産よ。なんであんたのとこ行くわけ？だって私ほら、ハワイのホテル買わなあかんや。私も世界一周しなくちゃいけないわけじゃないですか。なんでそんなの勝手に決めんの？あんたでなんで決めんのよ。うわー、もうめっちゃ嫌や、この人。自分勝手すぎるわ。あんただって自分勝手じゃない。なんでそんな自分勝手なのよ。私の財産なんだからね。何にも聞こえません。失敗だな。一生作戦のおかげでますます悪くなっていません？いや、弁護士までよくに狂いやがってよ。こうなったら一ノ瀬さんが説得するしかありませんよ。いやいや、俺はダメだ。あんな遺書書いたためによ、もう信用丸つぶれ。どうします？それお前の仕事だろうが。もうやめましょうよ。うまくいきませんよ。いや、必ずうまくいくよ。どうして生きれるんです？だってさ、まるだよ、2000年も待ったんだから。
死んだ人間が現れるのっておかしくないですか。だから牧師の心の中の妄想じゃねえか。それが罪になるっていうことなんですか。だそうだよ、思っただけで罪になるってキリストの教えあんじゃねえか。思っただけで罪ですか。だそうだっつうの、お前これ書いたんじゃねえか。ちゃんと読めよ台本よ。Dieu attendait toujours que le poison soit partout. Dieu croyait toujours les humains. Dieu attendait toujours que le moindre des désirs soit comblé.